い、皆様お晩です。岡野ザキです。スキアフチャンネルのブロックということで、今回はぼっちでスヌーピーゼンツー、イエーイ。はい、ということでですね、本日は一日スヌーピーと会えるだけ会おうっていう、そういう最高な一日を過ごしていきたいと思います。それでは早速行ってきます。のブロック、本日もね、インパしてすぐにゲストサービスの方でグリーティング時間の方を聞いたんですけれど、今年のね、冬から春の頭にかけてはオープンすぐの時間からスヌーピーたちとのグリーティングやってること多かったんですけれど、今日ね、さっきね、確認してみたらスヌーピーたちちょっとお寝坊しちゃってまして、11時くらいからちょっと遅めのグリーティング開始となりますということだったので、本日は10時半のファンファンミュージックがスタートで、その後11時の台のエントランスでのグリーティングという、そういうスケジュールとなっております。まあね、お寝坊ぶっかま系のスヌーピーたちなんですけれど、8時の台とかからのグリーティングが多かったから、これまで結構さ、スヌーピーたちもさ、スヌオタたちもさ、早起きさ、頑張ってきたじゃん。日によって違うんですけれど、とりあえずこのファンファンミュージック1回目10時半からの会に間に合うようにインパすれば、最初からスヌーピーたちと会えるっていう感じなのかなと思います。ファンファンミュージック1回目10時半までにちょっと時間があったので、先にね、こちらバックロットカフェの方に来まして、イースター限定のストロベリーケーキ買ってきました。イエーイ。普段ね、昼に来ると埋まってる屋内のお席も空いていたので座ってます。はい、かわいい。チャーリー、そして奥にはシローダーとルーシーもいます。イエーイ。いただきます。おいしい。で、今日の服見てください。このさりげなスヌーピー、めっちゃ可愛くないですか。1回目のファンファンミュージックが終わった後が、グリーティングファンファンミュージック、グリーティングファンファンミュージックみたいな感じで結構連続するんですよ。なので朝はすごいね、余裕持って起きられるんですけど、どうやらインパしてからは戦いの連続だぞっていう感じなんですね。今の時期がノーリミットパレードが休演中で、ゴーゴーイースターマーチも開催されない日なので、ファンファンミュージックとグリーティング、この2つにね、注力して今日は生きていくという、そういう人間になっております。こんにちは。1ヶ月ぶりにね、一緒にファンファンミュージック踊れてすごい楽しかったです。覚えたから、そう覚えたから一緒に、ね、踊れて楽しかったです。はい、チーズ、あー、ぴょん。じゃあね、またね、バイバイ。あー、チャーリー、あー、そう、耳つけてます。ありがとうね、ありがとうね、アピールしてくれてありがとうね。たくさんもう全力で今日も一日みんな追いかけるのでよろしくお願いします。はい、チーズ。こんにちは。ダンスね、一緒に踊れて楽しかった。イエーイ。そう、でもあ、ね、すごい、もうね、1ヶ月ぶりなのはファンファンミュージック来るの。そうだからね、でもそう、すごい間空いちゃったんだけど、でも1ヶ月ぶりだったけど、ちゃんと覚えてた。ちゃんとまだ脳みそは分かりなかった。そう、みんなとね、会えてね、すごいね、嬉しかったからね、今日ね、また暑いと思うから、水分補給たくさんねしてね、ね、一緒に一日で僕もたくさん飲むね。はい、チーズ。イエーイ。本日1回目のファンファンミュージック行ってきました。久しぶりにね、みんなと踊れて、とても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 楽しかったです。イエーイ。なんだろうね、これか幸せかっていうことをなんか毎回噛み締めさせていただく。いやさ、もうなんだろう、スヌーピーとお話するときめちゃくちゃ、もうなんだろう、何話せばいいんだろうとかって、すごいね、もう頭がね、もうみじんも動かないんです。みじんも回らないんですよ。もう1ヶ月前とかはさ、割とちゃんとさ、喋れるようになっていたのにさ、また久しぶりに会うとさ、それがさ、リセットされる。推しとのグリーティング、一生慣れることができない、この現象に名前をつけてください。お願いします。10時半からのファンファンミュージック終わりまして、すぐにこちらのエントランスの方に来まして、11時5分からのグリーティングに向けて、誰もいないんですけれど、ここからもう気持ちの方を整えていきたいなっていう、やっぱ気持ちの方を整えた上でスヌーピーたちと素敵な時間を過ごしたい、心の準備っていうものは必要だなっていうことを思ったので、ちょっと早めにこちらのエントランスの方にやってきております。まあ、こんにちは。イエーイ。あ、そう、二人ともめっちゃ怖い。二人がめっちゃ怖い。そう、ありがとうね。チーズ。あ、ごめん、チャーリーが僕の耳で隠れてるかもしれない。イエーイ。
ありがとう。ありがとうね。ありがとう。またね、また遊びに来るね。イエイ。イエイ。ありがとう。あ、イエイ。あ、イエイ。あ、イエイ。さあ、もう、ありがとうね。ありがとう。またね。こんにちは。ね、もう今日もみんな可愛くて、本当に会いに来てよかったです。あー、ぎゅー。ありがとう。ありがとうね。またね、今日一日たくさん多分会えると思うから、いっぱいね、そう、出てきてくれるから、そう嬉しいと思って、そうまたね、次会った時一緒に楽しみましょう。はい、チーズ。やばい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 。はい、グリーティングね、エントランスで待ってたんですけど、早速ね、出てきてる瞬間からもう可愛くってもう可愛くって、でマジでちょっと待って、しかもですよ、なんとチャーリーとスヌーピーとスリショー撮らせていただいたんで、推しと推しの間に挟まれるその現象、それって幸せ以外の何物でもないよねっていうこと、今もうスリショー3人で撮らせていただいたのも幸せだし、その後推したちがさ目の前でさコミュニケーションを取る、もうそれがもうなんだろう、今日で俺終わるんかな、やばい、かわいすぎた。そんなのもう幸せ以外の何物でもないじゃないですか。最初に撮らせてもらったもんで、もうこの後はもう見守るフェーズ、はい、基本的にはもうこの後は見守るフェーズに入ろうかなと思うんですけれど、いや、いいですよね、本当に。なんだろう、このファンファンミュージックで可愛いイースターの衣装を着た3人を見た後に、このいつもの衣装の3人を見る、一度で二度おいしいっていうか、もう一度で三度四度おいしいみたいな話なんですね。余裕のあるスケジューリングになると思っていたんですけれど、パレードとかがない分なのか、結構ね、グリーティングが1日に今日は5回開催されるので、だから結果的にパレードがある時よりもこのエントランスとワンダーランドエリアをウォークするという、結局スノータ大忙しなわけですね。はい、スヌーピーだけでもさ、もう頭の中真っ白になるのにさ、スヌーピーとさチャーリーがさ、もうさ、もう一気に来たらさ、もう語彙力ゼロ、もう頭の中マジでさっき本当に ありがとうしか言えなかった、もう頭の中感謝の気持ちでいっぱいだったみたいな。今日も本当にまだファンファンミュージック1回目でグリーティングも1回目なのに、もうすでに心がいっぱいです。ひとまず次の11時40分からのファンファンミュージックに向けてコンディションを整えようかと思います。スヌーピー、ルーシーが怖い怖いってスヌーピーかな、今ね、怖かったの、どっちだろうねね、ルーシーかなスヌーピーだね、スヌーピー、うん、セーフいい、ありがとう、スヌーピーこんにちは、ありがとうね。誰か探してる、チャーリー、あ、ジークあ、行くありがとう、ありがとう連れてってくれるのね、ありがとう。あ、みんなも来てってねあ、チャーリーいたよチャーリーいたよありがとうね。いや、紹介に預かりました、はいありがとうね、紹介してくれてありがとう。あ、すごい両家面談みたいになってるじゃあ3人で撮ってもいい、大丈夫、いい、 OK、 あっち行く、挟まれたらそんなもうちょっと情緒がやばくなるんで大丈夫かな。はいはい、チーズ、あー、ありがとう、ごめんね、チャーリーの耳で隠れちゃったかも、ごめんね、ごめん、ありがとうね、ありがとう、またね、ありがとうね、またね、バイバイで、ルーシー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 、あ、ルーシー、ありがとう。もう後でちゃんとルーシーの名前の普及しとくから、ちゃんと、そう、みんな呼べるようにしとくから、そう、頑張って普及しとくからね。はい、チーズ、ノブロク、はい、ということで、2回目のファンファンミュージック終わりまして、もうね、今からまたすぐにエントランスの方にスヌーピーたち出てきてくれるんですけど、やばいね、やばいね、やばいね、え、
今日やばいかもしれない。休日と比べてやっぱりゲストさんが少ない分、本当ね、ありがたい、ありがたい。スヌーピーが連れてってくれて、その後にチャーリーのところに行って、でチャーリーと一緒に、こんにちは、やっほー、イエーイ、ありがとう。行っちゃった、チャーリー。あっち行こうか、じゃああっち行くね。あ、じゃいや、暑いね、今日は暑いね、うん。あ、お花？あ、お花のいい香りするね。あ、くれるの？ありがとう。一生大事にするわ。ありがとう。イエーイ、ありがとう。チャーリー、こんにちは、ありがとう。ここにもいるし、たこ焼きになってるね。スヌーピーもいるの、わかるかな、見えるかな。もうそう、丸いの、丸いね、チャーリーもね、丸くて可愛い。丸くて可愛い。可愛いし、かっこいいしね、もう今日も素敵です。うん。お、はい、チーズ。お、かっこいい、かっこいい、かわいい、かっこいいよね、かっこいいだもんね。かっこいい、かっこよかった、イエーイ、ありがとうね。嬉しい、こんにちは、イエーイ。もう暑いけど大丈夫？そう、暑いよね、ちょっともう全力で風を。わあ、ちょっと巨大扇風機持ってくるわ今度。わあ、ぐるぐるぐる。でももしかしたらエントランスで止められちゃうかもしれないから、その時はごめんね。その時はごめんね。いくよ。はい。オッケー。おお、かわいい。いや、かわいすぎる。それはかわいすぎる。また後で遊びに来るね。またね。バイバイ。緊急事態です。13時からの本日3回目のファンファンミュージック。直前で中止というアナウンスがありまして。大丈夫かなみんな。ちょっとね、心配なんですけれどね。どうしよう。まあ、この後の13時45分からのグリーティングの方にとりあえず次向かおうかなと思います。やばい、めっちゃ可愛い。あー、可愛い。待って、ベルちゃんの、待って、めちゃくちゃ可愛いんだけど。リボンが編み込みされてたりとかさ、大きなリボンついたりとか、ベルちゃんのねイラストが描かれた、めっちゃいいね、めっちゃギャル。すごい楽しいショーケースになってます。モコモコのさ、スヌーピーのカチューシャもめっちゃ可愛いんですよね。うわ、いいな。サングラスもめっちゃ上げって感じでいいね。19と、ちょっと待って、19とさ50って書いてんだけどさ、これってさ、もしかしてさ、ピーナッツの連載が始まった1950年のこと言ってたりとかしちゃう。何その匂わせ？めっちゃいいじゃん。ヘアゴム&クリップスヌさんはこの黒のバージョンもあって、黒のバージョンはね、目がピョンってなってるね、かわいいんです。ピョンピョンピョン、あーピョン。もう、ま、毎度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 すいません。もうね、ありがとう。お腹空いてるよね。でも僕もね、お腹空いてるからね、あとでバックロットでパスタ食べようかと思ってる。そう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 、それイースターのパスタ食べようと思ってる。美味しかったら後で伝えに来るね。あー、チャーリー、こんにちは。あー、ありがとう。ギューってくっついてるの可愛いよね、可愛いよね。あと、そんなチャーリーもめちゃくちゃ可愛い。はい、ということでスヌーピーたちにも宣言しておりました、イースター限定メニューのイースターカルボナーラスパゲティです。イエーイ。ダダダダダーン。やば、見てー、かわいい。スヌーさんがいて、周りがイースターの卵がデザインされてて、あ、ユニバーサルハッピーイースターって書かれてますね。おしゃれ、おしゃれ。あ、ウッドストックもいました、かわいい。はい、一周して、はい、かわいい。スヌーさん、ポテトの方のケースもウッドストックがいて、いつも通りのみんな大集合ドリンクです。ここでいただきます。絶対こんなも美味しいよね。あー、やばい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 。めっちゃうまい。わー、元気だ、元気だ。わー、かっこいい、ありがとう、ありがとう。はい、チーズ。あ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、さすが、イエーイ。あ、ルシー、こんにちは、こんにちは。元気、大丈夫、元気、あ、元気、よかった、あ、元気、よかった。あ、かわいい、かっこいい、かわいいし、かっこいい、イエーイ。オッケー、オッケー、ありがとう。こんにちは、こんにちは。お、ルシーとびっくりした。イエーイ。そう、スヌーピーのコップだって。ルシー、こんにちは。おかえりと、ね、たくさん来てごめんね。ご飯食べた？
っぱい食べた。僕もね、あのバックロットのパスタ食べてきた、うん、美味しかった、めっちゃおすすめ。ぜひ食べに行って。あ、ごめんね、大丈夫。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。さっきね、パスタ食べてきた。チャーリーも食べてきて。美味しいよね、絶対。ね、ぜひ食べに行って。こんにちは。スヌーピーたちのおかげで素敵な一日になりました。ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。最後ね、雨降っちゃったけど、最後ね、ギリギリね、踊る姿見られて幸せでした。ありがとうございます。じゃあ最後に2人で写真撮ってもいい？ OK、 よ、はい、あー、はい、チーズ。あー、またね、また遊びに来るね。ありがとうね、またね。メイチー、こんにちは。こんにちは。今日もね、一日ね、すっごい楽しかったです。ありがとう、もうね、みんなのおかげで。すっごい僕もね、もうこちらこそ、そんなこと言われたら泣いちゃうよ。ありがとうね、こちらこそ、ありがとう。はい、チーズ、あ、パタパタ、ありがとう。チャーリー、こんにちは。こんにちは、チャーリー。今日も一日楽しかったです。ありがとうございました。もう本当ね、素敵な、みんなのおかげで素敵な一日になりました。ありがとうね、本当に。またね、それ、ルーシー、ルーシーも、もちろんルーシーもだよ。大丈夫、安心して。そう、ちょっとね、間空いちゃうかと思うけど、でもまたね、あのみんなと会えるの楽しみに東京で頑張ります。ありがとうね。はい、チーズ、ドブロク。はい、というわけで皆様いかがでしたでしょうか。ファンファンミュージック&グリーティングデイだったんですけれど、もう最高でした。平日っていうこともあって、本当にね、1回1回のグリーティングでたくさんおしゃべりもできたし、たくさんね、写真も撮ることができて、本当に幸せでいっぱいです。もうまたね、この後東京に帰ってしまうんですけれど、また近いうちにね、みんなに会いに来られたらいいなと、もう心から思っております。本日最後のグリーティングの映像をご覧いただきまして、本日の動画は終わろうかと思います。ということで、この動画がちょっとでも面白かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方、何卒ねどうぞよろしくお願いします。てなことで、今回はこの辺で。ではでは、スヌーピー、ありがとうね、今日も一日ね。もうでも、あと 5分、10分後くらいの電車乗らなきゃいけないから、そう、2人にね、挨拶行けないんだけど、最後スヌーピーとね、お話できてよかったです。また遊びに来るから、それまで元気でいてね。じゃあ最後2人で写真撮っていい？ OK。 はい、チーズ、ありがとう。